はい、皆さんこんにちは、イヤホンのりょうたです。この動画ではまた新製品紹介させていただきたいと思います。今回はですね、ポターンです。ポターンなんですけど、こちらちょっと面白いのがソフトバンクセレクションの商品なんですけれども、なんとアステル&ケルンとのコラボ製品ということで、ソフトバンクセレクションアステル&ケルンという名義で、発売されております。こちら、製品型番がアステル&ケルン4ソフトバンクセレクション XHA9000 というポターンです。こちらを今日は紹介させていただきたいと思います。はい、こちらの製品ポターンなんですけれども、箱に書いてるですね、文字を読んでいくと、ワイヤレスサウンドを新たなるステージへ、24ビット対応ワイヤレスヘッドホンアンプって書いてあります。ちょっとなんのこっちゃですね、ワイヤレスヘッドホンアンプなんじゃそらっていう感じなんですけれども、こちらの商品は、Bluetooth のワイヤレスに対応したポターンということで、まあ、そういった製品は今までもいくつか存在しましたが、中身がもうこちらにございます。これです。じゃん。こちらがですね、型番が XHA9000 という製品そのものになります。お値段が 19,800 円なんですけれども、まあ、非常にコンパクトな製品です。はい、これがポターンということなんですけれども、端子はですね、横っちょにマイクロ USB-B 端子、そしてイヤホンジャックがここに1個あって、でその横にもう1個 BALバランス端子が搭載されてるんですね。ここはやはりあのアステル&ケルンのコラボ製品ですから、2.5mm の4極バランス端子というのがですね、ここにもう搭載されてまして、なんと Bluetooth でスマートフォン、プレイヤー、そういったものとこのアンプがこう Bluetooth で接続されます。そうすると、その親機側から飛ばされてきた音っていうのをここで再生するわけですけれども、これにイヤホン、ヘッドホンをつないで使うことができると。で、ここにこのバランス端子 2.5mm ついてるということはですよ、つまり、まあ、ここに iPhone がございます。この iPhone とこのボタンワイヤレスで今こうつながってるんですけれども、この状態で音楽を聴くときに、ここに今たまたまね、たまたまですよ、バランス端子 2.5mm のバランス端子を搭載いたしました。この、まあ、ケーブルがね、 2.5mm のバランス端子のケーブルが付属しているこの ANG2、 同じくアステラ&ケルンと、これは JH オーディオのコラボ製品ですね、2.5mm バランスのイヤホンがありました。これを持ってたとして、このボタンにじゃん、つながります。ということは、もちろんこのイヤホンバランス端子なので iPhone に直接はつながりません。ただこの製品を間に挟むことによって、ワイヤレスでしかも 2.5mm バランスを楽しめるというちょっと不思議な体験をすることができます。これある意味バランスの端子を使ってみたいんだけど、対応するアンプはさすがにちょっと高価で手が出せないななんていう方はですね、このボタンを買っていただくと、バランス 2.5mm のバランスを使うことができると。たまたま、ケーブルだけ持ってたとか、もしくはその 2.5mm バランスに対応したケーブルが欲しいんだけれども、そもそも対応する機器がないとかいう方はですね、こういった使い方をすることもできるという非常に面白い製品です。で、形独特でですね、これあの表面がちょっとこう、なんていうのかな、山になってるんですね。ここはこれ実はボタンになってて、ボリュームのアップダウン、プラスマイナス、そしてこれ再生停止を操作するボタンにもなってますし、ここは Bluetooth のペアリングをするためのボタンなんですけど、これはあの接続してからはですね、あの特にピョンピョンと押しても何も反応しません。曲のスキップ、ここに横にボタンついてます。長押しで早送りもできますっていうようなボタンも搭載されてます。で、裏面見るとこんな感じ、アステル&ケルン、4ソフトバンクセレクションと入ってまして、でここに面白い文字が入ってます。これちょっと皆さんに見えないかもしれないけど、 XHD って書いてるんですね。この X ってマークは、これ AptX っていう、Bluetooth の、音声を飛ばす時のコーデックの種類です。AptX のロゴマークが入って、その後に HD ってついてます。これ実は AptX の中でも最新のハイレゾ相当のものに対応しているという AptX HD に対応したボタンなんですね。そういった製品としても非常に珍しいものです。で、 AptX HD は、24ビット音源に対応しております。従来の16ビットの Bluetooth 製品では体感できない24ビットの、豊かなサウンドに
を楽しむことができるというようなものになっております。で、まあ、さらにですね、そのヘッドホン端子が2つあってバランスも使えて、でこれはあの片方しか出ません。同時に接続して鳴るかってさっき試してみましたが残念ながら鳴りませんでした。はい、まあ、1つしか、ね、使わないと思うんですけれども、でリモコンもついてて AptX HD にも対応していると。で AptX HD って確かにそれだけ聞くとわーすごい最新のに対応してるって思うんですけれども、AptX HD 実は AptX HD に対応した端末がまだほぼありません。なので搭載してたところでまだ使えないじゃんって思いますよね。で実を言うと AptX HD 以下の普通の AptX、 そして AAC、でもちろん SBC といった普通に普段使われているようなコーデックにも対応してますから、全く使えないなんていうことは一切ございません。はい、ですから AptX HD が出たら、まあ、対応したデバイスが出たらそれに買い替えたりすれば使える。ただそれまでは AptX、AAC、SBC で楽しむこともできますので、もちろんあの iPhone もね、現状は AAC までですから、そういったあの iPhone につなぐっていう方、もしくは普通に今出回ってる Android のスマートフォンとつなぐっていう方も安心してご利用いただける仕様になってます。でさらにですね、これ裏面こう見た時になんかここにね、ゴム状のね、なんかこうアーチ状の形のところがあるんですよ。これちょっと僕気づいたのが、ここに爪入れれるみたいな形になってて、これ多分剥がせるんですよね。でこう剥がしてみたら溝ができるんですよ、こんな感じで。でこれなんだろうこれと思ったら、一個パーツがついてて、これをねこうやって入れるんですよ。そうすると、はい、クリップがつくんですね。クリップをほらこういうところとかにねつけることができる、まあ、ここには多分つけないでしょうけど、あのズボンのポケットとかに引っ掛けたりすることもできるので、でこれにイヤホンこうやってつないで、でスマホはスマホでどっか持っててもいいですし、でこれはどっか引っ掛けとくと、でスマホをカバンとかポケットに入れっぱなしで、ここで再生停止音量の上げ下げもできちゃいますから、あのわざわざスマホ本体プレイヤーに触ることが必要ないということですね。でさらに、これ自体ヘッドホンのその普通の 3.5 の端子も搭載してますから、こうやって繋ぎますよね。で一応出力が16オーム時で、40mW の出力というふうに書いてましたから、そんなにものすごい、ハイパワーっていうわけではないんですけれども、一般的なポータブルヘッドホンは十分に、鳴らせる音量が出せる仕様になっておりました。ちなみにバランス端子の方が出力が上で 90mW という仕様でした。で使ってみて音非常にいいです。やっぱりもうスマホ直なんかよりも多分ね、良くなりますよ。もちろんワイヤレスで快適っていうのプラス音質面でも非常に優れておりますし、かなりね明るめのすごいクリアーな分かりやすいサウンドでしたね。解像感がめちゃくちゃ上がるぞっていう感じの音で、特に高音の伸びなんかはスマートフォン直より明らかに出るようになりました。という意味でもハイクラスハイエンドなイヤホンを使うとか、ヘッドホンでも高音が出やすいような機種とか使っていただいた時に、その変化っていうのが非常に分かりやすいボタンだと思います。快適さに加えて音質ももちろん向上する製品になっていると思います。でちょっと使ってみて2個、少し残念だなと思ったのが、アステラギルの製品って高級感すごいありますよね。この商品はやっぱ価格が価格なので仕方ないんですけど、すごいプラスチックって感じの製品です。ここだけちょっとだけ残念。あとボリュームの刻みが少し大きい、1段階上げるときに結構ドーンと音量が大きくなってしまうなという印象を受けました。なので、細かな音量調整っていうのができないっていうところもちょっと残念かなという、まあ、実用面では、まあまあ問題ないかなというところなんですけども、そこがちょっと気になりました。この2つだけ気になりましたね。ただ価格を考えれば非常によくできた製品だと思いますし、スペック的にもなかなか優れていると思いますので、まあ、特にねバランス端子ついてるなんて非常に珍しいですから、こういったワイヤレスのボタン発売されましたので、ぜひぜひこちらはですねイヤホンの店頭でお試しいただければと思います。はい、というわけで今回はアステラのゲームとソフトバンクセレクションのコラボ商品、バランス端子まで搭載して AptX HD にも対応したワイヤレスのポータブルヘッドホンアンプ XHA9000 のご紹介でした。以上、イヤホンのりょうたでした。バイバーイ。